リーダーさん、今日はそう北海道を代表する歌手の方々、そうなんですよ、歌手の、ね、方々も、ね、たくさん来ていただいているというふうに聞いておりますが、私先ほど休憩の時間の間にですね、皆さんのところに行きましてご挨拶をさせていただきました、はい、お名前だけでもご紹介させていただきたいと思うんですが、皆様よろしいですか？ありがとうございます。それでは北海道の超有名な歌手の方でございます。まず中村明さん、ありがとうございます。ありがとうございます。続いて東陽子さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして久保田美由紀さん、お久保田さん、ありがとうございます。久保田さん、久保田さん、久保田さん、わかるね。そしてシンガーひろみさん、お、ひろみさん、ありがとうございます。コンビニ情報わかるね。近いです、こちらの。ありがとうございます。そして深見純也さん、深見さんね、どうもありがとうございます。深見さん、ありがとうございます。本当にもうたくさんの歌手の方が応援に駆けつけてきてくださいました。お客様方、いかがでしょうか。サプライズで中村明さんに歌っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。いいですか。いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当は東陽子さんと思ったんだけど、なんか今日着物着てね、着てないもんね。中村明さんは歌手生活ね、50年です。どうぞどうぞどうぞ。いや、そこだ。ありがとうございます。どうぞどうぞ。いや、ありがとうございます。またまた、ありがとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。中村明さんですね。どうも、はじめまして。なんか北海道の、ね、はい、歌い手さんがたくさん、いろいろとお知り合いが多くて、はい、サプライズと言いながらこんなステージすいません。普通サプライズったらね、なんかその辺にこういて、急にっていうのが普通じゃないですか。サモ歌を襲っているのかな。そう、それもね、サプライズなんですけれども、去年の11月の渡辺純一君だったんでね、はい、その先ほどの3名で、歌っていただいたんですよ、実はね。だから来たらでもね、ぜひっていうリクエストがあります。いや、もうありがとうございます。これやっぱり雄大君のリクエストでしょ。おいおいおい、そろそろですね。そうそう、本当に本当に、ぜひぜひと。ありがとうございます。要は一回、あきらさん、要はね、一回やったので、はい、やりやすいっていう。そうですね。でもね、僕はあの時はね、はい、本当に、まあ、今日もそうね、緊張して緊張してね、縛られるんですよ。僕、言ってましたね、生まれて本当に40何年経ちますけど、はい、もうあれだけ緊張したのはね、初めて。本当にね、言ってましたね。だって、まあ、普通歌謡曲、はい、まあ、歌謡曲、ムード歌謡、そうですね、いつもこう、ね、なんかやらしい歌ばっかり歌ってますけどね。その中でやっぱりこう、なんていうの、もう緊張したんだよ。緊張した。もうバイオリンとね、ピアノで。今日はまたここが、前列ガンミですね。綺麗な方ばっかりで、ね、ありがとうございます。じゃあ、いいですか。はい、どうぞどうぞ。はい、あとは、はい、よろしくお願いいたします。はい、わかりました。ありがとうございます。それではですね、前回も歌わせていただいたんですけども、霧の摩周湖、これはですね、もう素晴らしい楽曲を歌わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。Thank you.
ムード歌謡、やらしい本なんで、
そして今回のこの命尽きるまでは、はい、あのもう3年になるんです出してで3年も経つんですけど、まだあのキャンペーンも1回もしてないという歌です。そして、歌の内容はやっぱりあの不倫です。不倫の歌です。まあ、大好きなあなたがいてね、でもあなたのために私は陰で尽くします、命尽きるまで尽くします、そういう歌です。はい、それをクラシックで聴いてどういう気持ちになるのか楽しみです。楽しみです。じゃあよろしくお願いします。Thank you.
なたに咲きます命命続けていらっしゃいました。また歌ってくださるのを楽しみに待っております。